は、小津安二郎監督による1951年、松竹大船撮影所制作の日本映画。日本では、同年10月3日に公開された。タイトルの、爆臭とは、麦の収穫期で、季節的には初夏に当たる時期を指す。小津の監督作品において、原節子が、のり子という名の役を3作品にわたって演じた。いわゆる、のり子三部作の2本目に当たる作品である。 1949年の晩春に引き続き、父と娘の関係や娘の結婚問題を主なテーマにしているが、本作では、それがより多彩な人間関係の中で展開されている。オズの前作、胸方姉妹が公開された直後の1950年9月から制作の準備が始まり、1951年6月から同年9月にかけて撮影が行われた。 固定キャメラのイメージが強いオズとしては珍しく、本作にはクレーンショットを用いたシーンが一つあり、これはオズの全作品中でも唯一のものである。これは二人の登場人物が並んで砂丘を歩いていくところを背後から撮ったシーンで、砂丘は高低差があるため、固定キャメラの場合は二人が歩くにつれて画面の中心から外れていってしまう。これを避けるため、 撮影しながら、キャメラをクレーンで緩やかに上昇させて、二人が常に画面の中央にいるようにした。すなわち、クレーンを使用する目的として、一般的なキャメラを動かして構図を変化させる意図ではなく、逆に構図を一定に保つために、クレーン撮影を使っているのである。オズ自身は、本作において、ストーリーそのものより、もっと深い、輪廻というか、無情というか、 そういうものを描きたいと思ったと発言しており、オズと共に脚本を担当した野田孝吾は彼女を中心にして家族全体の動きを描きたかった。あの老夫婦もかつては若く生きていた。今に子供たちにもこんな時代が巡ってくるだろう。そういう人生輪廻みたいなものが万全とでも感じられればいいと思ったと語っている。また本作は戦後の野田、オズコンビ作品の中で 野田自身が一番気に入っていた脚本であり、野田は東京物語は誰にでも書けるが、これはちょっと書けないと思うとも発言していた。演出に関しては、オズはサラサラと事件だけを描いて、感情の動きや気持ちの移ろい揺るぎなどは、場面内では描こうとせずに、場面と場面の間に場面外に盛り上げたい、芝居も見直しきらずに余白を残すようにして、 その余白が後味の良さになるようにという狙いであると語っている。公開後、キネマ巡行ベスト10第1位など数々の賞を受けるとともに、晩春に続いて起用された原とおとの結婚説が芸能ニュースを賑わせた。北鎌倉に暮らす間宮家は、初老に差し掛かった植物学者の周吉とその妻、心差長男で都内の病院に勤める医師の孝一、孝一の妻、 ふみこ、こういちとふみこの幼い息子たち二人、それに、長女で、会社員ののりこという大家族である。まだ独身ののりこは、親友のあやから同級生が結婚することになったという話を聞き、のりこの上司、さたけからも、売れ残りだと冷やかされる。春のある日、周吉の兄、茂吉が大和から上京してきた。茂吉はは十八歳になっても嫁に行かないのりこを、 心配する一方、周吉にも引退して、山和へ来いと進めて帰っていく。同じ頃、佐竹も範子に縁談を持ち込んできた。小大卒、商社の常務で、四国の旧家の次男となかなか良い相手のようで、範子もまんざらでもない風である。縁談は着々と進んでいる様子で、孔一の同僚の医師、矢部の耳にもこの話が入ってきた。矢部は戦争で亡くなった間宮家の次男。 生児とは、高校からの友人だが、妻が一昨年に幼い娘を残して亡くなっており、母親、民が再婚話を探しているのである。マーミヤ家では、ノリコの縁談の相手が数えで42歳、満40歳であることが分かり、志差しげやふみ子は、不満を口にするが、今一は、ノリコの年齢では贅沢は言えないとたしなめる。やがて、矢部が、 秋田の病院へ転任することになった。出発の前の夜、矢部家に挨拶に訪れたのり子は、民からあなたのような人を息子の嫁に欲しかったと言われる。それを聞いたのり子は、あたしでよかったら、と言い、矢部の妻になることを承諾するのだった。間宮家では、皆が驚き、佐竹からの縁談の方がずっといい話ではないかと、のり子を問い詰めるが、 のりこはもう決めたことだと言って譲らず、皆も最後には了解する。のりこの結婚を機に、周吉夫婦も、も吉の勧めに従って、ヤマトに隠居することにし、まみやけはバラバラになることとなった。初夏、ヤマトの家では、周吉と、志げが、豊かに実った麦畑を眺めながら、これまでの人生に思いを巡らせていた。映画評論家の佐藤忠夫は、本作について、 オズ自身の考えが反映されていると考察している。オズは生涯独身であったが、佐藤によれば女嫌いであったわけではなく、結婚相手として考えていた女性もいったものの、恥ずかしがり屋で相手との仲を取り持ってくれる人物もいなかったために機会を逃していた。またオズは友人が結婚する際、こういうことはそばにいて親切に仲介してくれる人がいないとうまく、行かないと語っている。 このことから、佐藤は、矢部という人物は、オズの結婚についての願望が込められていたとも、思われるとしている。また、佐伯木智則は、本作で描かれている間宮家という家族について、両親と複数の子供たちが揃った、見たところか不足ない円満な、家族のようでありながら、そこには一点ぽっかりと口を開いた暗部が周到に、用意されていると書いている。最近によれば、この、 安部とは戦死した次男の正治のことであり、作中には直接登場しないこの正治という存在が、本作の構成上重要な存在となっている。のりこが矢部との結婚を突然のように決めてしまうのも、矢部が亡くなった正治の親しい友人であり、その正治をのりこがずっと慕っていたからこそ、矢部になき兄の姿を重ね合わせ、兄の不在を埋めるかのようにのりこは、彼のもとに嫁ぐのである、と。 佐伯は指摘している。また、アメリカの作家、評論家、ダンシュナイダーも同様な分析をしている。本作二条監督としてついていた、今村昌平は、のりこが帰宅し、台所で一人お茶漬けを食べるというシーンが、後に、日活で監督として一人立ちしてから撮った作品。赤い殺意に反映されていると、生きては見たけれど、小津安二郎伝のインタビュー内で語った。 また映画研究家のデイビッド・ボードウェルは、これ枝博一監督の歩いても歩いてもについて、亡くなった兄の存在、家族写真、課長である医師の父といったモチーフが、本作や東京物語と共通すると指摘している。原節子と、淡島近毛宮家国子と、原節子。ありがとうございます。